あ、ロン毛です。実はしばらく休んでまして、得意なんですよ。休んでないように見せかけて休んでるって。実は今三日三晩ずっと高熱出ててさ、いやコロナ以来だねこれ。ちなみに、コロナの検査はもう、しておりまして、はい。そちらは、陰性となっております。はい。あーずらー。今こんなことになってるんですよ。まあ、髪の毛切れっていうコメント。アドバイスありがとうございます。でもこの髪型にしておくと、髪切りに行くのね、半年に一回で済むんですよ。再度、たまに自分で買ったりしてさ。あとは束ねておくだけ。マジ楽なんですよね。なんかヒカキン君もね、なんか体調崩してね、40度とかなんかぶっ倒れてたらしいんだけど、自分はね、そこまで熱上がらず、せいぜいね、38.5 とかそこら辺でした。ただ私ね、もう繊細な生き物で、38.5 度でもう信じられないぐらい頭が痛くてさ、今回。ほんでね、今回、病院も行って、ちゃんといろいろ調べてもらったんだけど、まあ、何かよくわからないと。コロナではなさそうだねみたいな。症状は結構コロナに似てるんだけど、もちろん、それで陽性反応が出なかったんかもしれんけど、な普通に考えて、発熱2日目で行ったので普通出るはずだと。それを漏れた可能性はあるんだけども、エリちゃんが調べてくれて、おそらくね、自分も初めて聞いたヘルパンギーナ、なんかファイナルファンタジーの中ボスみたいな名前だね。多分それに感染したんじゃねえのかなと思う。あのね、ヘルパンギーナの特徴としては5歳間かかるんだって。だからまあ自分、まあ気持ちはいつまでも少年じゃん。だからまあそこで該当しちゃったのかなっていうのはあるんだけど、5歳以下で。5歳以下がだいたい9割だって。だから残りの1割が、まあまあ、私。っていうことでしょうね。で、これ大人がかかると結構辛いらしいっす。で、特徴、高熱、喉の痛み、まあ、倦怠感とかもあるし、まあ、言葉は嘔吐とかね、自分はそれはなかったんですけど。んで、頭痛、これが激しい。3日3晩。ご飯食べ終わって、ほんで、お薬飲んで、それに一応解熱剤とかもあるんだけど、ただ、解熱剤の効果が切れてくる、夜の1時頃、頭痛で起きるんですよ、これ。3日3晩、それ。昨日も、2時に起きて、で、解熱剤飲んで、それ効いてくるのが2時間ぐらいかかるからさ、頭痛で寝れなくて寝れなくて、ほんで4時半ぐらいに、あー落ち着いてきたーって言って、また寝て、ほんで6時半ぐらいに起きるみたいな、そんな生活です。ほんで、そうだ、もう一つの特徴として、口内炎ができるっていうね、はい、ここにちょっとね、口内炎みたいなのができちゃって、この、なんか熱っぽい症状が出るのと同時に、口内炎できてたんですよ、自分。それお医者さんに伝えてなくてさ、まさかそんな因果関係があるとは、みたいな、思ってなくて、多分、ヘルパンギーナだと思います。でも、心当たりあるんだよな。子供がいっぱいいる場所でね、子供たちといっぱい遊んであげたりとかさ、いや、最高に楽しかったよ。多分子供らはね、感染してないとは思うんだけど、私だけ、免疫力の落ちた大人がね、かかったりするんだって。心当たりあるんだよな。ちょうどね、その子供がいっぱいいる時に、夜中1時ぐらいまで起きて、撮影とかいろいろやってて、ほんで寝不足の状態で行ったんだよね。心当たりあるよな。今、ようやく、頭痛い。ようやくね、でも頭の痛さが前に比べるとすごいマシで、回復に向かってきてるんだなと、4日目にしてかな、一番マシです。もう本当に痛くて痛くて、もう涙が出て涙が出てね、本当泣き虫だから自分。痛いって。本当に涙出てくるぐらい痛かったんだよね、ずっと。ヘルパン、まあヘルパンギーナじゃないかもしれんけど、まだ確定してないし、その頭痛の程度についてもね、しっかりとお伝えしてなかったからさ、病院行った翌日とかその日の夜がね、もう本当に痛くて痛くて。まあただ、しっかりと栄養は取っていこうと思います。ある程度ご飯はね、しっかりめに食べてる予定ではあるんだけど、もう体温の発熱がすごくてすごくて、上がったり下がったり上がったり下がったり、まあ、解熱剤飲んでるからだと思うんだけども、もうぐね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 、もうね、忙しい。はい、というわけで今日ね、試しに買ってみました。はい、じゃじゃーんと、はい、レイズの、ホワイトプロテインでございます。
山沢さんのやつですね、有名どころの。とにかくこの価格帯にしては美味しいプロテインということで、普段私はマイプロ飲んでるんですけども、ちょっとたまに浮気してね、他のプロテインも飲んだりするんですけど、やっぱメーカーによってね、いろいろ癖があるんだわ。で、自分個人的にいいプロテインっていうのはね、溶けやすいやつがね、やっぱりいい。さあ、ということでちょっとテイスティングタイム。はーい、こんな感じ。なるほど。まあ、わからんね。一回口にせんとわからんね。では、いただきます。口内炎マジで溶けやすいな。もうチョコでもちょっとなんか変わった感じの味がするな。いや、うまいよ、うまいよ。うまいわ。7種のビタミン配合とか、筋トレはもちろん普段の栄養にもね、タンパク質足りてねえなーっていう時、そういった時なんかにもいいんじゃないのかなと思います。ほんで、プロテインどこのメーカーがいいとか、みんないろいろ聞いたりすると思うんだけど、まず価格すごい大事になってくる。価格が続けやすいもの。そして、飲みやすいもの。自分に合った味だね。それをいろいろ買ってみて、試すってのが一番のポイントになるんじゃないのかなって思います。いや、でも、痩せたか？勝村。そんなことないな。まあ、夕方やでいろいろ食べてるからあれやけど。そんなことない。うん。はい。体温チェーク。あいたたたたた、つつ。効き目、薬の効き目が切れてきたが、カロナールみたいなそんな感じのやつを飲んでる気がするんだけど、あれがね、だいたい効き始めまで1時間半ぐらいかかって、そっから持続時間がね、だいたい4時間もないかな。わからん。ちょっと時間的にね、もう飲んでから、4、5時間が経過してるんで、そ、体温どうだろう。さあ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 、何度何度。鬼微熱じゃないか、微熱っていうか平熱じゃないか。恥ずかしい。お疲れ。今現在は 36.6 度まで、落ちることができる。だって頭痛とか解熱剤の効果なような気もするんだけどね。まあ、ほんで、今回の、まあ、ヘルパンギーナ、お子さんから感染するっていうこともあるし、この予防の方法ね、感染者との、密接な接触を避けること、手足の、まあ、手洗いだね、それは、しっかりと行うこと、まあ、基本的なことです。はい。コロナ禍前はね、流行とかあったんだけども、コロナ禍でみんなちゃんと洗うようになったから大丈夫になったんだけど、ここ最近またね、カーンと増えて、警報なんか久々に4年ぶりなんかに出てたんだって、ヘルパンギーナが。ちょっと待って、ヘルパンギーナの治療薬は基本的にないということなので、鎮痛解熱剤で痛みを和らげたりとか、粘膜保護剤の軟膏などでなんかやったりとか、そういった方法しか、ないとのことでございます。いや、でも最高にマシになってきた気がするわ。ただ、今回また改めてコロナ以来だよ、熱出たの昨年の2月かな。本当に地獄だったんだけど、また今回もね、その病気になってすごい感じるとこがあって、私がストップすると業務の、全てがね、結構ストップしがちっていう問題が、やっぱこのカズチャンネルだから、カズさんいないとどうなんのみたいなことが起きていて、そういったことが来てきております。やっぱこれ自分でも大問題だと思ってて、どうもこうもそれが言っていられないということで、今ね、じゃあねーとか言ったと思うんですけど、実はもうちょっと、うちも改造しようかなっていうことで、改めて新しい子が実はね、入ってきました。おめでとうございます。もしかするとね、メイン動画で上がってるかもしれませんけど、大学生の子がちょっとお手伝いに来てくれたみたいな。またその子とは別にです。その子も若くてね、20代半ばです。フレッシュな子がうちの方に、実は入ってくれました。なので今後このカズチャンネル、まあ私基本出るし出たがりだから出るんだけども、もしもの時に、私がいなくてもなんとかなるように撮影ができたりとか、
段取りとかね、そこら辺ができる子を、どんどん育てていきたいなと、思っております。ほんでもう今年の目標としては、まず別荘計画を、実は2件ほど今動かすところでございまして、もし機会があったら将来泊まりに来てほしいなと思うし、会社でも1個は結構本体が大きいから、会社の合宿とかね、いやぜひね、ウームさん、たまになんか経営者なんとか合宿講座みたいなやってると思うんですけど、ぜひこの遠い不便な土地までぜひいらっしゃってください。梅影さん待ってますよ。経営陣なんとか合宿でぜひ私の別荘をお使いください。結構大きいからね、基本的に海が見える場所っていうところで、まずは海辺の方にちょっと、今回作ってみようかなということで、3年ぐらい探してね、もうほんと3年半か、まだちゃんと土地は買ってないんですけど、3年半かけて、なんかポンポンポンって今いきなりですね、ちょうどいい話が、舞い込んできて、いいご縁に当たるのかなと思っております。だから今から別荘改装計画などかも、動いていくと思うし、ほんで新しい子もね、うちの新しい子も出てくると思うし、またうちの常さんとかのぶくんとかもね出てきて、みんなで片付けとかそういった形のこともやっていこうかと思いますので、私個人でやるのはまあ基本的にこのカズチャンネル個人でやっていこうと思うんですけど、勝村工務店とかはね一応工務店のメンバーってことで、他のメンバーだけが出てくる回がねちょこちょこ出てくるようになるかもしれませんけども、まあ温かい目で見ていただけると幸いでございます。ほんでね、最高に楽しい場所はね作っていきたいよねみたいな、経営者合宿とかでもね、なんかテンションの上がる場所とかいいアイデアが出てきそうな場所とかね、そういったものを提供していこうと思ってるから、いやでもようやくだよね、まだ分からんけどようやくです。ただ本当に土地が広かったりとか、おそらく一箇所はね2000坪ぐらいあって、ちょっとね草刈りとかちょっともう自分らね手に負えないかもしれないとか、はい、そういうのもあるので、もしかするとボランティアとか積もるかも。結構経営的に結構2軒買うとね、もうお金がねもう足りないかなぐらいの気持ちで、ちょっと借り入れせんとあかんかなぐらいまでちょっと行っちゃうかなみたいなのがあったんで、結構ギリギリなので、もしあったら、機会があったら、はいはい、ボランティアも募っていきたいなと思います。またその時は楽しくお庭でバーベキューとかそういったこともやっていきましょう。ということで、おそらくヘルパンギーながら、回復してったんですけども、本当に皆さんもね、免疫落ちるときにこれかかったりするらしいし、ほんでね、やっぱ無理して働くはね良くないと思う。鎮痛剤飲んで2時間後元気だから、朝からハイラルを救う生配信とかようやってたりとか、ちょっと元気なかったと思うんですよね。ちょっと気づいてる人気づいてるかもしれんけど、ちょっと元気ないなっていう時が4日間ぐらいやったと思うんですけど、それです、はい、それです。マイクラなんかもね、ちょっと元気がないなっていう回がね1週間分ぐらいあると思います。もう無理やり頑張って撮ったから。ただ今感覚的に明日からは多分8割ぐらいでいける気がする。今薬飲んでようやく6割ぐらいの力いけたんだけど、今ね多分5割ぐらいまで落ちてる。今ちょっとまた頭痛くなってきたから、みんなもね、これ私だけに限ったもんじゃなくて、個人経営者の方とか、あなたがいないともうどうにも回らない職場とか、これ私と同じようなことが起きます。ほんで育てるのすごい大変だし、お金もかかります。ただこれをうやむやにしとくと、将来あなたの会社はなくなる可能性もあるので、それに向けて、頑張ってね、準備を進めておくといいのかもしれません。まあなくなったらなくなったでもそんでもいいんだけどね。はい、ということで今日はこんなところでまたお会いしましょう。じゃあね。ちなみにね、今回の撮影 ZV-1M2 か、それで撮影しております。やっぱね、広角効いてるから楽だよね。ね、ズームもね、ブイーって、うーんって、痛そう。ほんで目の前にはね、現金がなくて、薪割りとかしようと思ってたんだけど、現金がなくてできなかった薪割りです。いやー、でもね、この休養期間中、本当に、辛かった。マジ辛かったからね、これ。もうね、もう辛くて動画撮るとか、もう気持ちがやっぱいかんかったっすわ。うん、全然いかんかった。実はね、このピクセル、タブレットに関してなんですけど、実は、日本で、一番早く手に入れた人なんだって、私東京まで取りに行ったんですよ実は。日帰りでチャンチャンってありがとうございますみたいな感じで受け渡しで取りに行って、だから今、1週間近く使ってるんだけども、つまり私が一番、長く使ってる国内ユーザーでございます。めちゃくちゃいい。また改めてね、1週間使用レポみたいなのはねやっておくけど、デメリット言うよ、まあちょっと重いとかあるんだけども、
走行じゃなくて高い25万円、そこデメリットね、価格高すぎるっていうのはデメリットだと思う。ただその価格でもええよっていう方にとって、普段ね、あの iPad mini とか使ってる方、iPad mini で主にね YouTube とかその視聴用だね、 iPad のアプリはあれはあれですげえ優秀なのあるからさ、あの iPad mini で Netflix とか漫画とかね読んでる方にとっては、このサイズ感でそれがね実現できる最高の端末になるのはね間違いないんじゃないのかなって思います。いや最高に楽しいよね。いや寝込んでる間これがね横にあって本当に助かった。うん、まあただ本当に病気にはなるもんじゃないですね。子供ともね一応あの隔離してまして、私だけが事務所で寝てる、数日を過ごしております。今日もねまだ事務所で寝る予定なんですけど、完全に頭痛とかなくなったら、ね、子供らと合流して、一緒に過ごそうかと思っております。寂しいね、これだけだわ本当に寂しいのは。まあ、ということで、あのヘルパンギーナはマジでみんなかからんようにしてほしいし、もしかかってる人いたらぜひ教えてほしい、あなたはどんな症状だったですかとかぜひ教えてほしいです。ということで、今日はこんなところでまたねお会いいたしましょう。じゃあね。いや熱上がったけどもう頭痛大丈夫かなと思ったんやけど、5日目です。もう頭痛に悩まされて、今はね時間朝の3時、早起きする時のタイミングのあれやね。いやーほんとね、大人の風になる途端ね、ほんとに長引くから気をつけてね。コンビニでちょっと今こういう買ってきて、いいもの貯めて薬飲んで、また1時間2時間したら頭痛が治ると思うから、またそこから寝ていこうと思います。熱はね多分本当にないと思うんだ。しんど夜眠れないのしんど、なかなかいかないな。 36.5 ぐらいになってるんやけど、 もっと上がれよこんだけ痛いの、もうズキンズキン痛いんだけど、フルーツが美味しい。 37.7 まで上がってきた、止まんない。38度近くあるんかな。ああ。では、1時間半から2時間耐えて、もう一回寝ます。もう動画撮らんとか。多分ずっとこれの繰り返しだからね。早く、でも昨日よりマシな感じに、初めて回復っぽい。まだマシなんですよ。明日には多分良くなるんじゃないのかなと思います。明日は、皆さんもお体お気をつけて。じゃあの。